はい、今回はですね、 AI 時代の Z 世代ということで8時間労働が酷だということで言われてらっしゃるみたいなんですね。それについてお話ししようと思います。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴです。僕の編集こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを獲得するための有益な情報をお届けします。ということで今回ですね、まぁ、ちょっと女性 TikToker が、言った言動がですね、ちょっと話題になっているということで、まぁ、AI 時代におけるですね、Z 世代はこんな感じなんだよというところと、で、まぁ、ちょっとね、AI に絡めてで、ね、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。はい、今回の内容なんですよ。実はですね、ちょっと僕の方にこういったことが来まして、Z 世代の働き方に関、対して意見が話題になっているので、川越さんの考えを聞かせてくださいっていうことで来たんですね。で、これどういうことかっていうとですね、まあご存知の方いらっしゃるのかどうかわかんないですけど、こんな感じの Yahoo ニュースとかでも記事に載ってて、今結構ちょっとね、これがね、賛否分かれてなんか話題になってるらしいんですね。ということで、まあ僕のねチャンネルご覧いただいてる方って結構アッパーの年齢で男性の方で、でまあ40代から上の方が多いのかなと思うんで、こういうの大好物かなと思ったんでちょっと取り上げてみましたんで、はい、今回の内容です。まあとりあえずね、まあ独り言っていうことでやるんですけど、まあ目次的に言うとね、ちょっとね、こんなことも言っていこうかなというふうに思います。はじめにっていうのと、とんでもなくまあホワイトなんだなっていうことと、で日本の制度についてで批判的な声を上げていると、で日本は労働時間が長すぎるんじゃないかっていう意見もあったり、であとまあ川本の独り言をちょっと喋っていこうかなというふうに思いますんで、今回は、まあ、生成AI系の話っていうよりは、まあ、その世代の話なんで、思んないと思います。なんで、なんかそういうね、技術的な内容を、聞きたかったのにって思われる方は、ここで終わりです。はい。で、これ聞かれる方は、大体、おっさん。僕と一緒のおっさんが聞くとおもろいと思う。だから、ぜひ聞いてください。はい。まあ、初めにちょっと宣伝しときます。川越の方ですね、チャット GPT の、こういった話題の動画とか作ってます。プロンプトエンジニアリングの内容も作ってます。まあ、生成 AI に関してはかなり多岐にわたってやってますんで、もしよかったらそちらご覧ください。で、最近ですね、ちょっとビジネスのお悩みとかですね、どんな動画作ってほしいのかっていう募集をですね、コメントの方でいただいてますんで、もしよかったら書き込んでいただければ、その動画作らさせていただきたいので、コメントください。はい、ではではですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、とんでもなくホワイトっていうところからね、お話ししようかなと。まあ、今回のね、一連のね、出来事、どういうことなのかっていうのをね、説明してないと分かんないと思うんで、まあ、これね、海外のね、女性 TikToker なんですよ。で、まあ、大学を卒業してね、新社会人になりましたと。で、社会人になってからですね、9時から5時までの仕事をして、どうやって自分の時間を確保したらいいのっていうことで訴えて、TikTok で泣きながらそれを言ってたらしいんですね。で、まあ、理由としては職場が自宅から離れていると。で、朝は4時半に出勤していると。で、帰宅するのはもう夜の18時、まあ6時だと。で、金銭的な余裕もないために引っ越しなんかもできないよっていうふうに言ってるんですね。で、他にもですね、帰宅して入浴後食事、運動する時間もないし、気力が湧かないと。で、ただ仕事の内容には不満がないのと。で、通勤時間がかからないリモートワークなら良いのにっていうことで言ってて、まあ、9時から5時まで働くなんて頭がおかしくなりそうっていうふうに言って、TikTok で言った内容が、まあ、米国の方のニュースまで取り上げられて、なんかいろいろとね、何言っとんねんみたいな感じの意見とかいろいろあったっていうことで話題だったらしいんですが、実はですね、これね、日本でも Twitter を中心にしてですね、X 中心にして拡散されて、議論が巻き起こってるっていう事態になってるみたいです。はい。はい、おっさん、知らなかったでしょ？こういうの。若い子はこういうの話題で取り上げてるみたいですよ。はい。ここからです、おっさん。僕含め、もう自分に言うてるようなもんやな。おっさん知らなかったでしょ、ほんとね。もうこれちょっとよう聞いてください、ほんま。日本の制度についてなんですけど、まあ、基本的にね、日本の労働時間というのが原則として1日8時間ということみたいなんですよ。
で、まあ、1週間で40時間までっていうことで定められてて、で、厚生労働省がですね、去年、今年の5月に公表、公表した内容なんですけど、昨年度の、毎月、勤労統計調査によるとですね、所定外労働時間が 10.2 時間を超えてる可能性があるということで言ってるみたいで、まあまあ前年度 3.9% を上る結果になりましたっていう今の日本の現状になるらしいんですよ。まあ、つまりどういうことかっていうとですね、日本で話題になった理由なんですけど、まあ、実際に8時間以上の労働をしてるんです、日本人って。で、定時で帰宅している女性の訴えにかなり批判的な声が出てるっていうことなんですよ。ね。で、まあどういった声が上がってるのかっていうのをね、ちょっとピックアップして見てみようかなというふうに思います。はい。まずですね、8時間きっちりで終われるなんて天国だよっていうことみたいなんですよ。もう今ね、うなずいてる人いるんじゃないですかね。わかんないですけど。はい。で、次ですね。何くっそ甘ったれたこと言ってんだと思う。自分は社畜なのか、定時退社できるなんて最高じゃないか。はいはい、うん、言ってるでしょ、そこ。そこね。はい。うん、言ってると思いますよ。はい。で、18時15分に帰宅って、夏ならまだ明るい時間じゃん。とんでもなくホワイト企業じゃないの？っていうね。この意見は、あくまでも日本のツイッターで湧いてた意見らしいんですよね。まあ、こういったことが言われてたりとか。まあ、他にもこんな意見もあります。はい。大変自慢になるだけだからと分かりつつも、めっちゃいいや。5時に帰れるんでしょ？羨ましい。泣き。主婦はそのまま買い物に行って座れるのはご飯。お風呂の時ぐらいじゃない？記憶にもないくらいのスピードすぎるよ、うん。なるほどね。大変ですよね。子育てしてらっしゃる方とかね。ほんとね。まあ、こんな意見もあります。はい。弱い。弱すぎる。そしてタイムマネージメントが下手すぎる。こちとら、不死家庭で通い、家事をすべてこなしているのが自分で選択した道で文句はない。変われるもんならぜひ変わってあげたいわ。っていうね、意見が出ていると。まあまあまあ、ここまではね、みんな甘いわっていう意見なんですよね。はい。でね、まあ実際ね、日本の労働時間でね、やっぱ長すぎるっていうことも訴えてることとかもあるみたいで、で、まあ、こんな感じの意見もありましたね。日本人は長時間拘束されることに慣れすぎているとかね。で、働きすぎ、これが当たり前と思われているとかね。で、わかる、長い業務の効率化は、早く変えるためであって、仕事量を増やすためではない。4時間から5時間で集中できるうちに仕事をして帰るのが良い。っていうことで、まあ、労働時間長すぎるっていうことに対しても、こんだけの意見が詰まってるっていうことなんですけども、こっからですよ、本題。はい。タバコの独り言言いますね。はい。あのね、なんかこのね、話題をね、聞いたときに、あ、昔どうやったかなーって考えたんですよ。でね、僕ね、実際ね、当時どれぐらいかな、20歳、まあ、20から30ぐらいの時期に、俺どうやったっけなと思って思い出したんですよ。で、今、多分8時間労働で、まともにね、定時でやったとしてで、1週間の労働時間170時間前後になるんですかね。あ、1ヶ月かな。1ヶ月170時間前後になるのかなと思うんですけど、だいたい今の計算で言って。で、当時僕がどれぐらい働いてたのかなって計算してみたんですよね。なら、300時間以上働いてるんですよ。で、今から考えたらやばぐらいですけど、約倍ですよね、倍。多分ね、これ、聞いてはる方も、同じぐらい働いてらっしゃる方もいらっしゃったんちゃうかなと思うんですけど。もうね、なんかね、麻痺ってますよね、なんか。まあ別に働くことが美徳だとは考えないんですよね、僕も。まあ今現時点でそんなに働いてないわけですし。で、昔どうだったのかって言ったら、ほんまにね、まあもう当時思い出せば、オフィスの同僚とかでもね、ここの会社を辞めるときは、なんかもう本当に、なんていうかな、自分がもう無理だっていう時か、血吐いた時や、みたいなのね、言われ方したりとか。まあ僕ね、どちらかというとね、エンジニアでスタートしたところとかもあったりとかしたんで、
まあ本当に寝袋を用意して会社で泊まるのがザラだったもんで、なんか、どうなんですかね、今の人たちが、そのまあ確かにね、大変、めっちゃ働きすぎてるっていうところとかあったり、まあ、残業がどうこうっていうところもあると思うんですけど、まあ、そもそもの働くっていう考え方の違いっていうのがやっぱあるのかなっていうふうに思うんですよね。昔はもう仕事が全てっていうところもあったし、まあ、プライベートどうこうっていうよりも仕事がメインだったのかなっていうのもあるのかな。今はまあ趣味も半分、仕事も半分、趣味のために働くみたいな感じの方もいらっしゃるから、間違いね、まあどんな感じなのかな、わかんないんですけどね。まあ当時ね、でも僕が、今でも覚えてるんですけど、20代で、お世話になった、まあちょっとね、国税局から天下りじゃねえな、国税局から引き抜かれて、で、入ってきた経理のね、部長がいらっしゃったんですけどね、その方ってめちゃくちゃ働くんですよ、ほんま。もう朝から晩、朝も早から行って、夜も一番最後までいらっしゃるんですよね。で、僕は代わりが結構一緒になったりとかして、でその方に聞いたんで、その人めちゃめちゃねスキルが高くて、で仕事も本当にその人一人だけで10人前ぐらいやっちゃうんですよね。で僕聞いたんですよ、なんかその人に、なんでそんなに優秀なのにそんなに長く働くんですかって。でその部長だったら、なんかもう本当に4時間ぐらいで済ませようと思ったら絶対終わるはずなんですよ、そんな時間短くで。で聞いたらね、なんて言ったかっていうと、まあ川ゴンねって、これね、僕多分みんなよりも仕事ができると思うって自分で言い張った。まあ確かにそうなんですよ、多分人の10倍ぐらいできると思う。ただね、ここでね、10倍できる僕がねって、人の倍以上やったらどうなるって、みんな追いつかないぐらいすごい人になれるじゃんって、だから俺はスーパーマンになりたいねって言ってはったんですよ、これ冗談の国マジで。でそれ聞いて、あ、この人すげえと思って、まあスキルが高いからって、まあそれで甘んじててそのまんまよりは、スキルが高い人が倍以上働いた時に、そのスキルがめちゃめちゃ倍以上、10倍以上になる、それはもう追いつけなくなるっていうね、っていう風に言ってらっしゃったんですよ。まあまあまあ本当にね、まあ、国籍君のエリートの方だったんで、まあ、それぐらいの考え方を持ってね仕事してらっしゃったんでしょうね。なんで僕もそれを聞いて、あ、そうか、甘んじてたらあかんなと、みんなと同じことやってたらみんなと同じ結果しかも、まあ、生まれないやって、でみんなよりもって2倍3倍やるからみんなと同じ結果じゃなくなるんだって思ってめっちゃやりだしたんですね。そうしたらまあね、いろいろポンポンポンと出世したりとかしていろいろできるようになったっていうところもあるんですけどね。まあまあ、じゃあ今の現時点、もうせっかくねちょっとね AI の話かなりね飛ばしてるんでね、AI の話もちょっと触れとかなと思うんですけど、まあ、今後その AI 登場してどうなるのかっていう話なんですよね。やっぱり時間が短縮するっていうのは確実に思うことなんですよね。まあ、僕もこうやって毎日動画作ってますけど、これも AI のおかげでこんだけ短縮してできるわけなんですよね。まあっていうのも考えるとね、やっぱり労働力に換算するとやっぱり半分以下になるはずなんですよね、作業自体が。で、まあ、下手したらもう本当にすごい、今まで半日かかってたのがもう5分10分で終わる内容とかもあるんで、本当にこれね簡略化できる内容だと思うんですね。だから働き方として、その時間で換算した時にはやっぱりその8時間かかってたところも仮にまあ4時間かかったり3時間かかったりって短縮するわけですよ。じゃあそれで早く帰れるかってなると、そこがね多分ね、まあここからはちょっと経営者的な目線でのお話を少ししようかなと思うんですけど、まあ経営者的に言うとですね、わからないですけど、
まあ仮に8時間労働してたところを4時間で短縮して、はい、よかったね、帰っていいよとは言わないわけなんですよね。例えば4時間で終わるものを8時間かけたってことは、今までの仕事量が2倍できることになって、それだけの収益が上がるんじゃないかっていうふうに考えるのが自然かなというふうに思うんですね。だから、時間が短くなったからといってそれで終わりっていうわけじゃなくて、時間が短くなった分それだけの労力を使えば、倍の仕事ができるんじゃないかって考えるのが多分経営者目線かなというふうに思うんです。だから、時間が短くなるっていうことはないと思うんですよね。なので、自分の作業能率を倍にするために生成 AI を使うわけであって、それをまあ短い時間で少ない労力だけにやってしまうんであれば、昨日の自分と変わりはないわけなんですよ。まあそういう人はそういう考えでやればいいと思うんですけど、まあただ僕が思うのは、せっかくこういう、まあ、10倍20倍の力を発揮できるような AI が出てきたわけなんで、まあ、自分の能力があって限界があるわけじゃないですか。それを倍以上にしてもらえるっていうことは、自分が与えられたその8時間の間でどれぐらいのパフォーマンスを上げれるのかっていう、なんかそういうふうに考えた方が、もっと仕事が楽しくなるのかなと思うんですけど、まあ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 、皆さんはどう思いますかっていうことをちょっと投げかけたいなというふうに思います。はい。いや、これ聞いてね、絶対ね、僕のね、この動画見てる人で絶対言いたいことあるはず、ほんまに。もう俺の意見だけじゃないと思う。絶対になんか言いたいはず。でもコメント書いて、ほんと。ぜひね、もうコメント書いてください。もうこれこそコメント書いて、ほんま。僕も聞きたい。そして、まあこのね、まあZ世代というふうに言われてる方々だけが本当に悪いのかとか、まあこの TikToker がもうなんていうかな、本当に不正解なのかっていうのは、また僕はそれは違うかなと思うんですよね。その辺はやっぱり時代の流れでもあり、僕はやっぱり昭和で生き抜いてきた人間ですし、もう本当に人以上もうむちゃくちゃ働いてきたと僕思うんです。もう僕ね、冗談抜きで、なんていうんですかね、救急車で運ばれたこともあるぐらいめちゃくちゃ働いてたんで、ね、今は全然ですよ。今は全然ですけど、まあそういうのもあるんで、まあだから、まあそういうのを踏まえてで、ね、今これ聞いてはる方、もうぜひね、コメントちょっと寄せてください。まあ、他にもね、ビジネスで寄せられた悩みとかね、トピックスとか動画、まあ、作成してますんでね、まあ、そういうのもコメントいただきたいなと思うんですけど、まあ、他にも、まあ、これ見てね、もう AI ちゃうんけ、みたいなね、ビジネスのアドバイスちゃうんけ、っていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれない。勉強会のね、参加とかもね、LINE の登録していただければ、いただいてますんで、とにかく、何でも結構です。コメントください。はい。まあ、こんな感じですね。ビジネスの、応援、皆様のビジネスの応援をする動画を365日毎日投稿しております。はい。今回はね、ちょっとね、一風変わった路線のね、話になっちゃったんですけど、まあ、こんな話もたまにはいいかなというふうに思ったんで、ちょっとネタにしました。まあ、おもんなかったらおもんないで、全然いいんで、また、生成 AI に関する内容のね、動画とかも作っていきますんでね、今回こういうネタでやりましたっていうことで、はい、どうもありがとうございました。Thank you.